してその周りをこうぐるぐる回るようなですね、いわゆる盆踊り、こちらがですね、阿波踊りの起源となっております。で、続いて見ていただきましたですね、戦後間もなくの踊りなんですけれども、ガラッと変わりましてですね、元気いっぱいの自由奔放な踊りですね、こちらがですね、戦後の踊りで、だんだんとですね、現代の方に近づくわけなんですけれども、分岐点がございまして、1970年大阪のことですね、大阪万博がございました。で、大阪万博にですね、阿波踊りお邪魔した時にですね、どのようにしてですね、世界各国からですね、来られるお客様に対して、楽しんでいただくか、で、こちらをですね、試行錯誤した結果ですね、かっこいい見せる踊りにですね、だんだんと変わってきました。で、今もですね、なお、発展途上の部分もございます。